どうも、パフォーマンストレーナーの総之助です。では今日はですね、リクエストでいただいた、ブンブンブンのライブですね。まあ、上がってるのはしてたんですけども、まあ、ぜひ見てくださいっていうベスティさんの、コメントからちょっと見に来ました。比較的新しい動画で、今年の動画なんですかね。はい。見たいと思います。もうね、説明というか、なんかいろいろ喋りきったから、ちょっと一回見ますね。初めてだ、ライブ見るの。ああ、いいっすね。あ、結構サウンド。そうたくん、いいね。うわぁ。BE:FIRST さんも、そっか、まだコールは経験したことないのかな？そっか。で、クラッパーも使わないんだ。いやぁ、これちょっと残念だよ。残念っていうか、早く、声届けてあげたいですね、これね。くす。僕ね、ほんとこれ残念に思うんですよ。ほんと、どのライブ行っても、なんか日本中国は、なんなんやろうと思って。ほんとに。こんなクソかっこよ、こんな盛り上げてくれてんのにね、ベスティーさ。いつからですか？一応その僕の大推しの二重ちゃんの JYP はもう解禁で、この前、ストレイキッズさん、コンサートあって、僕のお客さん、僕のね、メンバーさんも、二重ちゃん好きだし、JYP ファミリー好きな方が、ストレイキッズさん行って、もう、ぶち上げのこと、もう、声だったらしくて、女性たちの。ね。それで彼たちもすごく喜んでたって言ってました。なんかその初めてこの大きい声援聞いたってね。おいこの動画ブロックかかるかもな。ちょっと鳥肌立ってる。ほんとだ、リアルボイスの方がいい。マート君かっこいいな。誰？おお、やっぱジュノー君だ。おお。おお、なんかやっぱ、あれですね。やっぱ他、自分の推しじゃないアーティストの、あれ、この初見が面白いね、やっぱね。ああやってミュージックビデオって完成されたものをこう聞いてるのと、やっぱこうね、リアルなもので。おお、やっぱり女性のライブを聞いてるからね。やっぱ男はやっぱ声にやっぱ覇気があって、やっぱまた違うエネルギー感ありますね。シュント君いいね。おー、ちょっと待って、リュウヘイ君もいいっすね。なんかわかんない、新しいものを聞いてみた。おー、
今誰ドス聞かせたの？これは誰が、あ、シュントくんが言ってんのかこれ。おえぇ、ソータくんびっしゃびしゃやないか。最高やな。たっけー。なんとなく覚えた。すいません、そうたくんです。いいっすね、りょうくんもね。なんかなんだろう。ちょっと知ってた頃なんか能力をなんか初めてこう、ふわっと見た感じだ。やっぱね、ライブっていいんすよね。ミュージックビデオとかダンプラとかも何度そうですけど、やっぱわかんないじゃないですか。何回修正したかとか、どんだけ終わったとか。一発撮りって言われてもやっぱり音源はもう作られたものなんで、やっぱこれって作られてないものだから。新鮮、おぉ、ジュノン氏、おぉ、おい、ね、ジュノン氏の顔、こうなんか可愛くひよこちゃんみたいだからね、踊ってるとそのあまりこうねガツガツ系じゃないっす、やっぱいいっすね、おぉ、おい。ソータくんのこれ髪の毛はもう朝岡めぐみさんみたいなやつ。いや、毎回言うんだけど、毎回言うんだけど、竜兵くんのねスタイルが半端ないと思うよこの子。後ろから見てもこの足の長さ何これ、多分体きしんでるよねこれね。急に背伸びて。よくそう、おすぐっとならなかった。うぃ。これなんで 4K じゃないんでしょうか。うぃ。マナト君も結構背高いのかな。うえー、さすが。そうたく。いや。そうた。そうたく、やっぱすげえな、ほんとに。なんちゃらリーグとか出てる、もう、ダンスチームの人の動きだ。まあ、いないわな。この質感の子はな。僕、すごくいいなと思うのが、だいたい、こういう動きする子って、なんだろう。やっぱりグループ、アーティストグループとしては、多分 K-POP とか多分あんまりこう、出されなかったと思うんですよね。突出しすぎてるし、特化性がありすぎてるから。でもなんか、
じゃあ、この子が、じゃあ、ダンスがもうものすごい100として、じゃあ、歌が20だとしたら、その20の部分をビルドアップしていけばいいんじゃないっていう。で、いい部分をどんどんメンバーにこう、エクスパンドしていけばいいんじゃないかっていうようななんかスタンスのこの BE:FIRST さんの、なんかそれがすごい好きですね。まだコメントでもね、例えばジロー君とかも、あんまりダンス経験がないって言っても、じゃあそこの部分は、なんかこう、メンバーだったり、ソータ君の技術がカバーっていうか、カバーじゃないですね。そこがあるから、そこを吸収していけるっていうか、でもジロー君みたいな声ね。なんか今更なんか来てます。もったいねえ、これ本当に。悔しいっすね、これ。本当に。声を上げてほしい。皆さん、頑張りましょうね。本当に。本当に、くそ弱い国だからね。もう、ローリスク、ローリターンとか、ローリスク、ゼロリターンの今、この日本ですよ。全然前に進もうとしない。勝つにしない。誰かがやるんじゃねえか、未だにパネル貼ってテレビ番組とかやってますけど、世界中探してそんな国ないですから。意味がないことを、アツシさんも言ってましたね。このパネルは、クレームの防止だけですよね、つって。堂々と言ってます。でもそういう人たちが今後やっぱ日本を支えていくと思います。そういう風に進める人が。僕は頑張って声援を出すっていうこと。もしかしてそういったなんちゃら感染があるかもしれないけど、でも絶対リターンの方が多いと思うんですよ。ベスティさんの心のリターンもそうだし、このメンバーへのリターンつったら、まあ半端ないと思いますよ。一ヶ月間なんちゃら感染がどうなったつって、お休みが出るかもしれないけども、でもこの一回のライブで、ドカーンと声援もらった方が、そんな一ヶ月忘れると思うから。全然悪いことしようと思わないから。本当に。おおほう。うわ、いいね。うえぇ。ジェノーク、かわいいな。控えめなジャンプ。いや、新振りだからね。わかる。おい。うえぇ、ジュノン氏。うえぇ、いいっすね。まあ、裏声なのかな？これヘッドボイスなのかな？中間だ、ミドルなのかな？もういい、全然ブレてないっすね。いいっすね、今のシュント君もね。かっこいいっすね。それよりもジロー君、声、僕、これつけてますから、今日イヤホン。おー。こんなね、後ろにリーンバックしてんのに声出せっつうね。むちゃくちゃなことで来てますけど。素晴らしいっすよね。もう、ソータくんがもう、大爆発した。マジでかっこいいんですけど、ソータくん、マジで。この子のエネルギーバランスっつったら、まあ、最高だな。紅白思い出すね。紅白でこんな踊りするかっていうね。俺はしゅんとくん楽しんでるわ。うえぇ。僕の好きな竜兵士をもうちょっと映してください。足なっけ。
まあ、あえて言わないです。ここにいろんな動きが出てるんですけど、あえて言わないです。これはわからないから。いつか、この人間のファンクションがどこまで改善するか、見たいですね。このマーチングっていう、こういった動きは、これね、すごく重要な動きだ。ここだよなっていうところがね、しっかり 100% でアウトプットしてくると、なんだっけこの動き、スマーフだっけなんじゃそりゃだね。これ新曲出してんのにな。嫌な時代だな、これ。ほんとに。なんか複雑ですね。めちゃくちゃ良かった。めちゃくちゃ良かったけど、やっぱりね、こんなぶち上げのブンブンバックやるんだったら、やっぱ声援が欲しい。いや、すごいいい動画ですよ。ちょっとね、ここでですね、皆さんは知ってると思うんですけども、この動画ですね。同じですけど、これ振付師の方です。カイタくん。もう、バレーの、バケモンだよ、これ。はい。まあ、この振り付け、ビリミリだったっけ忘れた。まあ、本当に有名な方がたくさん振り付けしてるね、カイタくんですけど、まあ、お馴染みの方ですけども、ソータくんと踊ってたりね。はい。で、発表がありましたね。はい。竹部ゆずなちゃんですね。ゆず。実は、僕は、これちょっと見てびっくりしたんですけど、わあ、すげえ、やっぱりこういったつながりがあるんだと思って、そう、ちょっとだけね、ゆずのことを知らない方はぜひ聞いてください。まあ、もともと e-girls の、もちろんボーカルでメンバーだったんですけども、すごく昔から好きでゆず、なんか、元気だし、よく泣くし。で、ゆずちゃんは、一回ね、LDH さんは一度すっごくミスった部分があって、今後そういったのは、これからそういったアーティストさんの、なんだろう、グループの運営方法っていうのかな。それにぜひつなげてもらいたいんですけども、e-girls さん、その時代はアプリのなんかね、ブログみたいのぐらいしかなかったんですよ。そんで、ね、十何人いた時ですね、ちょうどフォロビー出して、ごめんなさいのキッシングユーとかって出してた時に、その当時のメンバーの何人か降格しますと。急にそれは、告知がまずあったわけじゃなくて、キング&プリンスさんみたいな、ああいう方針の何もアプローチもなく、その急にブログで僕が好きだった推しの子が、急に皆さんの質問を頑張って全部答えますみたいな。急にそんなことやり出して、そしたら、次の日かなんか、数日後に、なんか、e-girls のが、急になんか、新しい体制のピラミッドみたいな、この子たちは降格しますみたいな、わけのわからないことが起きたんですよ。だから急にメンバー減ったじゃないですか。全然意味わかんないですよ。え？何が起きてんの？なんかみんななんか泣いてる、この泣きなのよ。僕もちょっと覚えてないですけど、そんなことが起きて、で、ゆずはずっとそのボーカルで入ったんですけど、彼女だけ、降格しちゃったんですね。で、これがなんで衝撃かっていうと、武道館のライブをやって、武道館ですよ。武道館のライブ、e-girls 生演奏で、僕も行きました。DV に映ってます。行きました。そしたら次、埼玉アリーナとかライブの時、パネル持ってるガールになってるんです。これって BE:FIRST で考えたら誰かが一人脱落しました。ただ後ろのバックダンサーになってるって、そんな感じですからね。
まあ、その意味がわからないし、なぜその体制になったのかも意味が全然わかんなかったし、必死にみんなやってるんだけども、全然必死さなんて見えてこないじゃないですか。だってもうそこにブログも出せないし、急に消えちゃうし、バックダンサーで踊ってるだけで、なんか名前だけ出て踊ってるだけなのに。ほんとね、全然こちらが、ファンって一人でも二人でも四人でも、もしいるならば、ちゃんと対応しなきゃいけないんじゃないのかなって思うんですけど、なんでそんな大きな会社がそんな適当なことしちゃうんだろうってすごく思って、そう。で、ゆずは、どんな曲聴いたって自分の歌のパートで入ってるじゃないですか。その当時ミュージックビデオって買うんですよね。買ってたんですよね。僕も iPad に入ってますけど、未だにね。LDH さんの。ゆずはすごくパートがあったんですけど、そう。いなくなってんですよ。いないんですよ。そう。それで、でも、実はゆずは、昇格をして帰ってきたんですね。はい。すごくその努力家じゃないけど、でも、正直、なんで帰ってきたのかもよくわからない。何をしてきて帰ってきたのかもわからない。その当時、オーディション番組とか、なんかあったか、もないし、何が何だか、そのなんか、YouTube でなんかビデオが放送されるってこともなくて。そう。それで、やっぱりそういった、なんかもうわけのわからない体制がたくさんできてから結局、猪狩さんは終わってしまいましたよね。解散してしまいましたけど。それでもう何人も事務所を出てって、それで実はその降格したメンバーのゆずの多分、ゆずちゃんの多分、なんか同期じゃないけども、まあ同い年ぐらいの子たちは、僕は退所し、かな、彼女たち退所して、めちゃくちゃ活動してて、まあ、稲垣りょうちゃんなんてすごいインフルエンサーになってますよね。うん、今なんかもう一人でレンジローバーがなんか乗ってて、うん、すっごくもう自分でブランド立ち上げたりとか、だから、ね、ある意味多分すごく行動力を沸かすような、そういった結構体育会系の事務所っていうのは聞いてましたよね。うん。そう、その、カイタ君とゆずが、結婚したっていうのはもう驚きですね。ほんとびっくりしました。うん、で、ゆずと、一番、キングアップのプリンスさんの一番踊ってるやつとかもあって、あ、そういうことかっていうのが分かったんですけども。うん。ゆずはでも、今、ほんと最高潮にいるコレオグラファー、振付師の人と結婚して、本当になんか嬉しく思うし、ゆずが、こう、ゆずちゃんも結構いろいろ いろんなところにこう、大変な人生というか、かなりいろんな選択をして生きてきた人生だと思うんで、ね、まあ一旦ちょっとこう、ふわっと落ち着くのかなっていう感じがして、すごく良かったなと思いますので。まあこれからね、まあ、カイタさんファンの方も多分 BE:FIRST 好きな、こうリンクしてると思いますので、もしゆずちゃん出たらめちゃくちゃゆずもダンス上手いんで、ぜひ見てみてください。ほんとゆずはずっと、僕は本当に陰ながら、ゆず、武部ゆずなを、なんか一番じゃないんだよね。本当はね、もう一人いたんですけど、そう、生田リサちゃん、そうそう、イクリサっていう子がね、イクリサ、今でも好きだね。今何やってんだろうっていうね。イクリサちゃんの情報ある方、ぜひ教えてください。イクリサ今でも好きなんだよね。うん。一生の片思い。イクリサへの一生の片思いっつって、いつも自分に言ってるんですけど。まあ、もし、ゆずちゃんが、何か出てきたら、ゆずちゃんに BE:FIRST ちょっと踊ってもらいたいね。うん。めっちゃうまいですから。うん。すっごい体強いし。うん。すごいセンスあるんで。歌もうまいし。はい。ちょっと余談になってしまいましたが。またライブ動画出るといいですね。そして、ベスティさんもね、もう、声をね、今年は出さないと。あかんやろっていうね。そういう気持ちで、ファンもやっていきましょう、一緒にね。僕はもうこの前声援出せたんで。うん。まあ気持ちいい。ただね、一つだけ。マスクあって声援は、マジで声が通らない。本当に声通らない。声が走らないから、こうやってブロックされちゃって。うん。そう。本当は生がいいと思います。うん。元の状態に戻ってね、それでグループがどんどん活性化することを祈って活動していきましょう。それでは。